人でさばいています。あ、先ほどのシーン繰り返しご覧いただきましょう。割って入っています。これゴングだったんです。これね、うわ、これ結構完全に捉えています。度胸のいるポーズ、パンチも見えてきて、そして前に出るようなシーン、相手を追い詰めるシーンも出てきました。こうしたところですね。あ、最後は右のフックを浴びてしまいました。箱崎雄三レフリーも倒れてしまうというアクシデント、まあ、レフリーチェンジということも、ね、十分考えられます。